本マグロが旬を迎える冬、大間産のとびっきりのマグロが食べられる店があります。今や食通から日本一の寿司職人とも言われるほどのご主人は、マグロが寿司屋の格を決めちゃうみたいなとこありますからね。マグロの良し悪しで他のものいくら良くてもマグロが悪かったらその店ダメなんですよ。だからこそこの時期ご主人が仕入れるマグロは大間さん。店の格を決めるマグロの味とは、寿司の名店が軒を連ねる東京銀座に1年前オープンしたばかりの店があります。水谷、長年すき家橋二郎で修行を積み横浜で独立、そして念願だった銀座に店を構えたのです。1人前1万5000円からの握りはご主人が選び抜いたネタばかり。中でもこの時期仕入れに苦労するのがマグロ。求めるのは特に脂が乗っているハラカミという部分。キメが細かくてしっとりしてますし、脂の乗りもすごくいいですね。上質のマグロは耳でも楽しめます。光り輝く大トロの部分、極上のマグロは脂がサラッとしています。名人と言われるほどの職人になると触っただけで味までわかるといいます。大間の海から500キロ荒波を泳いでいたマグロが美しい寿司の形に。刺身ではなく握りで出すのが水谷の流儀。大間産本マグロの大トロ、美味しいものは美しい。海の荒れてるのもびっくりしましたけど、あんなに荒れた海は見たのは僕は初めてなんですから。研究熱心なご主人は荒海の大間に出かけ一本釣りの船に乗ったことがありました。あれだけ苦労して釣るんだからマグロが高くなってもしょうがないかなって気がしますね。漁師の苦労を知ってますます大間さんに惚れ込んだご主人、今日も真剣勝負で握ります。マグロの味は漁法によっても変わってくるのだそうです。釣りのマグロはこの赤身にすごく酸味があるんですよね。鉄分の香りっていうか、そういうものが一番大事ですね。やっぱりいいマグロは赤身が美味しいです。この冬も大間産のマグロを求めて常連客たちが足を運んできます。大トロ、中トロ、赤身、3種類が楽しめます。当代一と言われる職人が握る大間のマグロ、一度は食してみたいものです。冬の厳しさが増す